スタッド・マレルブ・カーンはフランス・ノルマンディー・カーンに本拠地を置くサッカークラブチーム。クラブはクラブ・マレアブ・シネーズとクラブ・スポルティーフ・シネーズの合併により1913年11月17日に設立された。チーム名はカーン出身の詩人であるフランソワアド・マレルブに由来している。またユニフォームデザインは CMC のストライプ。 CSC の赤と青のカラーを合わせたものとなったが、これは現在に至るまで受け継がれている。100年にもわたる歴史を持つが、その半数以上のシーズンを3部以下のアマチュアチームとして過ごしている。1986から87シーズン、ディビジョン・ドゥ・オニーで終え、初のトップリーグ昇格を果たすと、1991から92シーズンには、歴代最高位の5位を経験した。 これにより、翌シーズンに UEFA カップの出場権を獲得、現在に至るまで、唯一の欧州リーグ出場記録となっている。2005年にはクープドゥラリーグで決勝に進出した、ものの、RC ストラスブールに敗北し準優勝に終わった。2015から16シーズンには、リーグアンで7位の結果となった。しかし、2018から19シーズンは19位に終わり、 リーグドゥに降格した。1993年からスタッド・ミシェルドルナのをホームスタジアムとして使用しているが、かつてはスタッド・ドベノワをホームスタジアムとしており、現在はリザーブチームが使用している。なし2019年1月31日現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。